4月の衆院選で議席を伸ばした公明党が逆風に見舞われている。公約に掲げた18歳以下への10万円相当の給付は、ほぼ主張通り実現したものの、ばらまき。との批判が根強く、所属議員に絡んだ政治と金の問題も噴出。来年夏の参院選を控え、 第三党に躍進した日本維新の会の動向にも神経を尖らせている。衆院選で18歳以下への一律給付を目玉公約として訴えた公明は議席を29から32に伸ばした。このため選挙後、連立を組む自民党との協議で実現を強く要求。 年収960万円以上の世帯を対象外とする所得制限をつける形で決着したが、野党からは厳しい世帯により集中して届けるべきだ。といった批判が続く。自民幹部からも生活に困っていない人にもばらまくぐさく。他の不満がくすぶる。政治と金をめぐっては、 公明の斎藤哲夫国土交通省が衆院選期間中に開いた演説会において、広島県トラック協会の関連団体が、旅費名目で一部出席者に現金を配っていたことが判明した。斎藤氏は26日の閣議後記者会見で、私や私の事務所は一切関与も関知もしていない。と、引けしに追われた。 衆院選後、同党にかつて所属していた遠山清彦元衆院議員が違法な融資の仲介をめぐり、東京地検特捜部に任意で事情聴取を受けていたことも報じられた。クリーンさを売りとする公明にとって痛手が続く。